你收看的频道是牛奶大师师师师台。各位朋友大家好，我是阿斯。 OK， 现在我们要继续玩阴阳师啊。过了几天之后又要再玩一次，然后每次一千我每次都没有签到。好，我们现在来抽抽。我要想一下要讲什么咒语。外观是什么？哦，本期外观没有钱买。哇，这个少林月版蛮帅的。商店哦，商店哦，礼包啊，给你满满的大礼包。最近也喜欢大平台这个梗。想哎，我每次都没有拿。已读已读。问号问号，这是什么？哦，进入关卡的体力。哎，我现在进入剧情吗？哎，好像是凤王火的委托。ここが鳳凰林ですか。何やら薄ら寒い感じですね。ブルブル。確かにこの林全体を陰鬱な感じが包み込んでいるみたい。ひとまず探ってみるとしよう。我想要先装备的说，我们先回去。我记得我拿一个孤鹤鸟，是不是？我看一下四层路。有有有，可是怎么让他上场啊？可以让他上场吗？好像没，是什么用啊？不会用。我的式神，我的式神，可以训练他吗？御魂，毕竟他可是 SR 等级的训练。哦，对哦，还有这个，差点忘了。然后嘞，我在乱用。Nice， 这是不能乱升级啊。然后组队，组队啊，对，组队啦，哎呀。御魂，是这个吗？这什么意思？这干嘛的？哦，那个哦，加入队伍嘛，任务跟好友完成。我先领东西，等我一下啊，等一下再进入剧情。凤凰岭的占卜师，所以说我的队伍要到底要去哪里用？好友还有，我的好友们只有一个。哭哭，好可怜哦！召唤，我到底哪里可以选队伍啊？召唤，好，我先召唤。队伍到底哪里选啊？奇怪，忘记了。好，我们先抽这个最简单的。确定，好，没了。一抽勾玉，好，我们用这个，可以吗？可以吗？好，我要想一下，带给大家满满的大平台，我都没念完呢，没关系，有点烂烂死。好，那这个。大平台，嘿，快给我一个最强的怪物吧！这很强吗？各位，应该很烂吧？我再也不相信什么大平台了，还是用那个用神美的口白还比较好用一点。然后我到底能不能我的四神队伍可不可以换啊？应该可以换啊。情报可以升级是不是？可以装备哦，可以装备其他的哦。我现在才发现，这干嘛呢？符咒强化 ，OK， 这个嘞，哦，这个是什么？炎灵符，那弄这个好了，换这个 ，OK， 哦，原来可以换招式哦。
本当に必要な時にしか使わない主義なんだ。OK， 那我的四神队伍到底是去哪里调整呢？这个先等一下啦。应该可以调整吧？去哪里调啊？我忘记了，组队吗？可是组队有没有看到啊？商店也不是任务，好友不是，好友怎么还有一个圈圈啊？空间。添加，你好，我是段木叶舞，谁啊？啊，不管加啦。好，然后嘞，好送他东西。任务完成。所以我到底要去哪里装备我的队伍啊？是去，等一下。我忘记啊，探索是不是？探索可以去外面打副本吗？啊，对啊，第一章还有一个问号，为什么第一章有一个问号啊？どうやら狭間の世界にも陰界の裂け目があるみたいです。姫様気をつけて。ここからは悪気がどんどん湧き出てくるのです。ほ、わかった。放っておくと都が大変なことになっちゃいます。ここは陰陽師として何とかしましょう。はいはい。何かいいことですか？はいはいはい。ここの鬼たちを討伐。很多御魂。好，没问题。我知道。たくさんのご不報酬が手に入りますよ。我知道。御魂。高层数的副本可以产生高级御魂。好，现在没空。我可能不能组队啊？哦，但是组队啊，挑战，挑战，四神挑战就不足，虾米，普通探索，我记得可以，我记得我曾经有用过换队伍。白無常さんに黒無常さん。やっぱり道案内が得意だったりするんでしょうか。熟練出山四神去哪一条啊？到底去哪一条啊？我记得可以调啊。好大一只鱼哦。力を行使せよ。力を救急によりつよ。丢丢，应该从那边换吧。没错。哦，对哦。妖怪め、坊やを脅かすんじゃないよ。ドマペイン是男生的。然后还有哪几只可以练？其实我不知道哪几只可以练。我有这么多只吗？这是什么？ご主人様、我が身の炎をお使いくだされ。感觉废废的。他是我的四神吗？我什么时候这一只的？我怎么不知道？这是什么？ここは風水的に、ダメダメだね。我记得有一只可以补血，可是不知道哪一个，鱼女吗？心心と雨が降る。鱼女好像可以练一个，对不对？私を呼んでいるよね。私も。啊，太快了。这个是新招。无咒面，承受伤害加成。长剑。哎，为什么不能用？等一下，这是什么？降妖力。内珠纯银闪中啊，这个嘞，降低十点速度哦，所以不是补血的，好逼。噔噔噔，这什么？破四生命加成。不知道。さあ、私と共に戦ってくれ。哦，好，我们换一个，换这只，
这个，然后雪女换一下，换这只看看。这个是睡颜，这个是怪力，这个是怪力三桶超级吃水跳入离阵哦，群体攻击我最爱的。我可以晕眩，哇，这招不错，不错，我喜欢这个。齐分人自己造成攻击100%的伤害。那这个嘞，以妖力不足金币 ，OK， 感觉还好。OK， 这个是闪剑，帅气哦。邪战队友从不攻击时，孤魂鸟有30%的输不攻击。那这个嘞，天翔鹤哦。三根，哇！这个，这好像是被动的吧 ？OK。怎么感觉这招好像哪里看过？三根。我想抽 SR 等级的啦，那打完之后我们就进主线剧情吧。我知道怎么换我的战斗伙伴了。OK， 目覚めよ、時は来た。氷で満たした。鼓動などあるはず。あそこの人おかしいな。天翔鹤斩，很强。玄女，玄女，不知道有没有那个属性相克的那个东西？吸取萤草会聚焦力，攻击一米敌人。哦，30%会换成自己生命。萤草受攻击时恢复其攻击数%生命。啊，这个嘞，治疗之光，全体队友恢复萤草攻击的87%生命。为什么要87%？为什么？好，所以这次可以练吗？这应该是，这是补血的吧？他叫什么名字？忘记了。好，我们就练他吧。快转！好，我们等下战斗快转吧。好，我们就用这三只，暂时。啊啊，舒服啊！最近天气很冷，上周晚上寒流来，然后明天又要。OK， 明天又要变热了，然后周末周四接近周五凌晨晚上的时候又要下雨，寒流再来一次，然后来个两天之后又会消失了，好像是这样。哇！我发现阴阳师越来越多人在玩了，我发现首领，先干掉首领。因为毕竟这款手游真的不太像手游，因为有些不喜欢那种手游是，就是2D， 要怎么讲，就是他自己会战斗啦。我记得我之前也介绍有一款手游好像是类似这样子，我其实不太喜欢那种游玩方式，像这种可以招式可以更换啊。我觉得这个还不错，而且角色多，每个角色应该都有他专属的一些招式。哎，战斗也不会太难，目前为止啊，我觉得不会太难。当然，你要挑战什么 MVP 啊，那种那个什么战斗啊，那个玩家对玩家、啊、那种没办法、啊。
時は来た。え、結束吗？出现妖怪。提灯小灯。就这样。哦，第二张是他。OK。可以挑战吗？啊，这个，等一下啊，是我没有那个卷，对不对？好啦，我们先进主线剧情吧。OK， 新功能开启，结界阴阳鸟。好，我们先看一下这个啊，接受，加入一个阴阳鸟，去哪里加入？好啦，先这样啦。主线剧情，我们主线剧情要花了二三十分钟。凤凰火的委托，嘿，老头子。これは都の貴族様。こんな偏僻なところにご用事ですかの。この辺りで怪しげなものを見なかったら。さあ、私は存じませんじゃ。確かに。林の奥には少し前から誰かが住んでいるみたいですが、みんな気味悪がって林の奥には近づきませんのです。それって噂の占い師なんですかね。そういえば林の奥にはお社があるのですじゃ。お社？はい、法王様を祀っていたのですが、訪れるものもなく、すっかり寂れていまして。そうじゃ、いつだったか若い女子にお社のことを聞かれたことがありましたの。あれは10年前か、それとも30年前か。何にせよ、ずっとと大昔の話じゃったな。大昔なら今は関係ありませんね。でも最近もやっぱりその若い女子に会ったような。じいはすっかりボケてしまったようじゃ。何十年経っても同じ姿のものなどおりますまい。そりゃそうですよね、人間なら。生命、他も調べてみましょう。この林、どうしてこんなに陰鬱な雰囲気なのかしら。法王を祀っているにしてはおかしいな。法王とは、命の輝きを司る霊長だ。守護指針の一つでもある。だったらこの林ももっと命の力に満ち溢れていてもいい感じですよね。確かに異変が起こっているな。これだけ陰の気が強いと鬼もたくさん集まってきそうです。あれ？でも変ですね、なんか向こうからちょっと暖かい風が吹いてきているような。貴様は陰陽師、退治されてたまるか。什么东西啊，你这个小废物。我看很多人都念到二十几等了，我还在三六等。私と共に戦ってくれ。工作繁忙啊各位。然后说我在一开始玩的时候就抽到孤鹤鸟，应该是蛮运气蛮好的吧？还是孤鹤鸟大家很常见。而且蛮厚的。三根。啊！爆！哇，孤鹤鸟好帅啊！升级 ，nice。这是什么、啊？两套剑术将级加成15%。OK。
凤凰火炉为多。まいったまいった。ち、こっから出ていくよ。せっかく陰気な感じでとっても過ごしやすかったのにな。あの肌寒そうな姉ちゃん、またどこかに仕掛けをしてくれないかな。一体どういうことでしょう。やはりこの陰の木には何かしらの原因があるみたいだな。あっつ、あっつ。なんですかこれ。何かの羽みたいですけど。これはクジャクの羽？いや、これはよく燃えている鳳凰の羽か。いやあ、尻尾に燃え移った。生命様、助けて。チンさん、よく燃えますね。生は炎、燃え盛る火こそは生きる証。あなたはどうですか、人間。鳳凰？いいえ、私は鳳凰より生まれし火種、鳳凰。好莫名哦，马上出现了。CB 是井上麻里奈，凤凰火，从凤凰的火焰中诞生，一直守护着凤凰灵中的神社。蓝静生命就是他的信仰，但他最近似乎有一些烦恼。怎么看起来有点老啊？666666666，是紧张。嘿，要打他，对不对？目覚めよ、時は来た。OK， 我们的手动来表示我对你这个 BOSS 的尊敬。天翔特斩 ，Nice！さっき万歳。嘿，那刚是防御是不是？看他血。有 ，OK。三剑，三剑，十二体。感觉很弱啊！啊，200块。嘿。人間よ、見事です。あなたの命の炎。確かに見せてもらいました。そうですね、特別にその名を聞いておきましょう。私は陰陽師阿部の生命だ。阿部の生命、実はその輝きを見込んであなたに頼みたいことがあるのです。なら最初からそう言えばいいのに。いつだって命を燃やさざるにはいられない。それが鳳凰より生まれし火種の宿命。とっても迷惑な宿命ですね。なればこそあの者は天敵なのです。近づくことさえはばかられる。あの者、陰陽師よ、奥のお社にいるあの者をこの林から連れ出しなさい。同じ人間であるあなたにならそれができるかもしれません。言うだけ言って行っちゃいましたね。林の奥にいるものを連れ出すってどういうこと？むしろあの鳳凰下では連れ出せない、そういう意味に取れたが、奥に行ってみるとしよう。何者かが待っているのは間違いない。うん、分かった。うわっ、何ですかこれ。あっつ、うわっつ。ここから先は一人で会いに行け。そういうことか、鳳凰かよ。あ、生命。これは陰の気がますます強くなっている。そこにいる者、姿を見せろ。夢占いのお告げを信じてここで待つことを長く。
やっと来てくださいましたね、運命の君よ。力を持った占い師と聞き、どんな百鬼夜行の類が出てくるかと思ったら、麗しき女性とは。さて、運命の君とはどういったことだろうか。あら、嬉しいです、そんなに褒めてもらう。什么要吃棒棒糖啊，你们这些家伙，气死我了。这种偏方一定是个男的。私の名前は八尾くん。折成美雪。八百比丘尼。因物质人鱼肉而不老不死，人力超凡的流浪占卜师，一直在凤凰林中等待着占卜之梦预言的命运中的。呪われたこの体、どうかその手で殺めてくださいませ。殺せと言われて、はいそうですかとうなずく道理はないな。はい、生命さんならそう言われると思っていました。名を名乗った覚えはないのだが。なるほど、力を持った占い師というのは間違いないわけか。ならばこそなおさらその命を殺めるのは惜しいものだ。困りましたね。それだと八方塞がりです。この林に渦巻く陰の木はあなたが原因なのか。それについては心当たりはありますが、こちらへどうぞ。面白いものをお見せしましょう。ここが法王様のお社です。何やら強力な呪術が施してあるな。何者かが成した召喚の呪術人です。幸い途中で止まっていますが。幸いか、中途半端に術を成したせいでここから陰の気が溢れ出しているようだ。なるほど、この森を包み込む正気はこれが原因だな。その通りです。さすがですね、生命様。いたいた、生命様。もう琥珀を置いてくなんてひどいですよ。こっちの人は。私の名前は八尾国。生命さんに殺めてもらう約束をした女です。どういうこと。さすが生命様、女殺しってやつですね。そんな約束みじんもした覚えがないのだが、ひとまずこの呪術人を調べてみるか。法王を祀っているにしては陰気な場所。30年ぶりにここを訪れた時にはすでにこんな感じでした。それ以来夢見のお告げを信じて生命さんを待っていましたが、ほとんど訪れる人もなく、ずっと寂しい思いをしておりました。生命さんが来てくださってよかった。30年ぶりって適当なことを言わないで、そんな年には見えない。そうですね、見えませんよね。ああ、そういえば一人だけ訪れた者がいましたよ。はい、つい最近法王様の火種がすぐにどこかへ行ってしまいましたけど、どうも私のことが気に食わなかったみたいですね。ここに開いた陰界の裂け目を利用した召喚呪術人か。ここまで堅牢に呪術が完成されていると無理に下手もできまい。下手するとどうなるんですか。そうですね、下手しようとしたものを引きずり込むでしょう。そのまま召喚の生贄です。どの道命はなさそうですね。琥珀は遠くから見守ってますね。そもそも力を持ったものでないと下手することはできないと思いますよ。もしくは素直に生贄を捧げてしまうとか。この召喚人の下手方法、生命さんならすでに気づかれていると思いますが。だがそのためには。はい、ですからこの私をしっかり殺めてくださいませ。生贄、生贄をよ。
こそ。まだか、いけにえを待ちくたびれた。早く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 。我怎么突然出现一个邪灵？嗯，落死了。三剑。铁骑炎灵。守りたいものがあるからね。あ、抱歉、刚有人赖我、sorry sorry。爸爸、比丘尼。見つかってしまいましたか。あの召喚呪術人をここに収容するのですが。私には心当たりがあります。凍りつくように肌寒い鬼の女。是吗？私が近づくと慌てて逃げていきましたが。肌寒い鬼ですか。あそこにいる女も逃げてくれればいいのに。この鳳凰花がまさか凍える羽目になると苦手なのです。魂が凍りついたものはその命を燃やすことができない。陰陽師よ、あの者をしっかりこの社から連れ去るのですよ。先ほどの方は鳳凰花さんですね。知っているのか。ええ、ここで生命さんを待っている時にやってきたことがありました。ですが私を見るなりすぐに逃げてしまってどうも私のことは苦手みたいですね。簡単です、こうすればいいのですよ。おい、何をするつもりだ、ヤオビグニ。そこで見ていてください。タモ这些很脏。あなたの力が必要なのは召喚人が発動した。我要关掉。こう見え長い。こういったこともすっかり慣れっこです。住手、住手、住手。生贄が捧げられて、召喚人が発動する。あ、要出来了。あ、何がですか？这个我可以。これは黑鸭。もっとどす黒いもの。黑天鹅。打他，打。哦，我哪天手动了，自动就好了，应该不会死吧 ？Go， 六等。さっき万歳。三剣。五行。決壊陣。やらず強し。おお。三天カタカタ風からあたしらを守ってくれ。な、突破。好。啊，这边剧情太长了吧？やりましたね、生命様。だけど、あの人は。まさか。死ぬかと思いました。なぜ生きている？この召喚呪術人は生贄の命をもって発動するもののはず。人であれ鬼であれ、命を吸い尽くされ、間違いなく死んだはずだ。簡単です。私は死ぬことができませんから。そういう体なんです。もう何百年もの間ずっと。まさかあなた何百年も生きてるっていうの？そんな人間がいるはずありませんよ。はい、
人魚の肉を食べてしまった私はもう人ではないのかもしれません。ですからここであなたが来るのをお待ちしていました。生命さんこそこの身を殺めることができる唯一の手がかり、そう夢見の占いのお告げが出たのです。残念だが全く心当たりはないのだが。それは困りましたね。どうしましょうか。どうしようと言われましても。そうだな、ひとまずはこの林を出るのはどうだ。一人それを望んでいる者がいるのだ。この林をですか。そうですね。ではこうしませんか。私他に行くあてがないのです。ですから生命さんのところに置いてくださいな。私のところに。はい、それに生命さんは私を殺めてくれる運命の君ですから。運命の君。こう見えて占いの力には自信があります。記憶を失った生命さんのお力にもなれましょう。どうですか。とってもお得な取引だと思いますけど。そのことまで知られているとはな。確かに役には立ちそうだ。喜んで協力しますよ。いいんですか生命様。仕方あるまい。決まりですね。それでは行きましょうか。やれやれ、ようやくこの林を出ていく決心をしてくれましたか。あなたは。あなたの命に火は感じられない。近くにいると寒い思いをしていました。燃やすことのできない命など。ああ寒い、とても寒いものです。あなたのせいで私は社に近づくことが億劫だった。これで清々します。それは申し訳ないことをしましたね。鳳凰の火種に寒がられるなんて、この身にとっても貴重な経験かもしれません。ですがいつかその命に再び灯火が灯ることを祈っておりますよ。なぜでしょう。あなたのことが気になる。その凍りついた魂の奥底に眠っているものが。そこの陰陽師も借りができてしまいましたね。いずれこの借りは必ず返しましょう。ではまたこの命の炎が燃え尽きるまでに。では今度こそ参りましょうか生命さん。おい引っ張るな。あ、待ってくださいよ二人とも。早く私を殺めてくださいね。今日でも明日でも構いませんから。ヤオビクニ、私は君を殺すつもりなどない。だが行き場所に困っているならついてくるといい。そうだな、雨露をしのぐ宿くらいは提供しよう。はい生命さん、喜んでお供します。本気なの生命。私はこの女うさんくさいと思うわ。生命様ってば、やっぱり女殺しですよね。女性杀手。你跟我说保养人家吧，秦明大人。七等解锁心脏解，觉醒功能开放，觉醒副本，解锁。好 ，OK， 好，哎，哦，他在这里，好可爱哦。いろんなことを知ってしまうものです。哇塞，跟谁在讲话？どうかしたの？何でもない。哦，好酷哦！好啦，那希望每天欢迎到我频道订阅，也欢迎到粉丝按赞，以追踪最新的消息。那谢谢大家这集的收看喽，谢谢大家，拜拜。